どうも皆さんこんにちは。楽園の聖獣と呼ばれた男アポロでございます。はい、今回はね、久しぶりにタイムスリップローテーションやっていきます。結構ストラテジーばっかりだったんですけど、構築戦ですね、やっていきましょう。ちょっとまだね、使いたいデッキがあるんですよ。はい、こちらですね、楽園の聖獣、皆さん覚えてますか？このカードは正直ね、次元歪曲に出たカードなので、もう落ちる寸前のカードですね。落ちる寸前のカードなんですけど、アンリミでも使えないしね。使うなら今しかないかなっていうことで、ここで使っていきます。この1コストを強くして、横に並べて勝っていくっていうね。あ、ちょっとこれごめんなさい。すいません。名前がね、これデッキの名前、聖なる獣ってエッチな感じになっちゃってるんですけど、これ聖獣の聖はね、こっちです。はい。ひじりの方ですね。性的な性ではないので、ごめんなさい、これ、聖なる獣がちょっと、いやらしい獣みたいになっちゃってるんですが、失礼しました。ここはね、訂正させてください。はい。今回こちらのデッキでやっていきます。とにかく横に並べて、戦っていくっていう。このカードのね、詳しい効果なんかは、動画内で説明してますので、どうぞよろしくお願いします。はい。では、早速バトルに行きましょう。皆さんよろしければ、チャンネル登録、そして、グッドボタン、押していってください。やる気が出ます！では、バトルに行きます。さあ、やっていきましょう。1戦目は、お相手。はい、ロイヤルですね。よろしくお願いします。今回ちょっと懐かしのカード。今しか使えない、この楽園の聖獣をね、使っていきます。本当にもう、増えるワカメのように、どんどん、うじゃうじゃ、増えていくっていうね、そんなカードなんですが、久しぶりに使うとどうなるでしょうか。はい、よろしくお願いします。自分のターン終了時、楽園の聖獣1枚をデッキに加えると。さらにエンハンス4で、うわー、これちょっとワンチャンリオードロイヤルだな。コスト1以下のフォロワーをランダムに2枚自分のデッキから場に出す。どうしようかな。洞窟の聖堂、ちょっと邪魔になっちゃうんだよね。であれば、こうですかね。はい。で、最大の効果は進化した後ですよね。進化時に、このバトル中、自分のリーダーは、自分のターン終了時、コスト1以下の自分のフォロワーすべてをプラス1、プラス0するを、持つということで、はい。こうします。さあ、いけ。望むがゆえに、ここにいる。重複させてもいい能力だと思いますけどね。重複させたらやばいのかな？やばいか。こんな感じで1がね、めちゃくちゃ強くなるんですよ。で、1コスを、うまく使っていくっていうね、そんなデッキなんですが、はい、どうなるでしょう。いや、でも盤面見たら強いよね。盤面的にはめちゃくちゃ強い。お相手もちょっと苦しい盤面だと思いますけど。デュアルブレイダーね。でも全部は取れないからな。もう一回だから、ずっと楽園の聖獣を引き続けたいっていう、そんなデッキ。次のターンも、引けない。ただ聖なる槍使いでも悪くないですね。探します。ただここから出てくる正規兵ですね、こいつは別に1コスじゃないので強くはならないんですが、はい、強いと普通に。これ残して、最後ヘクターでいきたいですねっていうデッキですね。さあ、いかがでしょう。常に盤面展開を意識し続けて戦っておりますが、こんなデッキいないからさ、初めてじゃない多分。楽園の聖獣使ってる人なんて自分しかいないよ。もう。これ型落ちなんですよね、もうぶっちゃけ。アルティメットコロシアムの次に落ちるカードになってるので、ちょっとね、型落ち感はあるんですけど、ただ、
ただまあ使いたかったんですよね。せっかくだから使いたいと思ってね、使ってるんですが、さあ、ここはホーリーフレームタイガー進化で顔面。宿女の所作。いや、お相手はうざいよね、ずっと。なんか、ずっと増えるし、こいつ。増えるし、盤面なんか残したら、やばそうだしっていうので常にこの恐怖と戦わないといけない。いや、この環境で最強の進化ロイヤルに勝てるかどうか、まあいいですよ、でもいい感じで来てますが、でもね、開始の能力強いんだよな。除去能力が弱い相手だったら結構勝てるかもしれないですね。うまく残れば、まあ最後ヘクターで勝つっていうことができますが、うわぁ、ペコリーヌがいるとね、ちょっとペコがいると、だいぶきついなと。いや、苦しいですね。怯えた刃は生倉よ。そうですか。本能だと。いや、全除去か。全除去きついね。まあそうだよな。まあそうなっちゃうね。まあちょっともうね、結構時代遅れになっちゃってる時期なんですよ、これは。まあただアンリミでも使えないしね、今使わないとなっていう。今使ってこれなんで、アンリミで使ったら本当にもう無理なんでね。はい、いや、これ負けです。負けました。リタイアします。さあ、続きまして、2戦目もロイヤルですね。いや、ロイヤルちょっとやだな。ロイヤル強いんだもん。ロイヤル強いんだもん、やだよ。ねえ。まあ、これはデスティニーウィングナイトルートがね、決められるので、デスティニーウィングナイトを強くしていきましょう。ムニャールですかね。望むがゆえにここにいる。私はここだ。はい、できればこれカウント進められるカードが欲しいですね。さあ、デスティニーウィングナイト、ここに降臨して強くなっていく。このルートで行った方が強いかもな。望むのだ。私はここだ。バフされてれば破壊されません。まあ、1コス22なんですよ。なんだけど、バフなくなっちゃうと、バフされてないと死んじゃうっていう、そんなカードですね。自爆ができないね。私はここだ。いや、でもデスニーウィングナイトめっちゃ稼いでるね。一人ですごい稼いでる。うわ、まあ、お相手これ潜伏ですね。全てはこの日のために。潜伏ロイだな。刺激を味わえ。いや、どうしようか。ああ、いいですね。でも聖なる槍使い、ここ本当に理想的な。デスティニーウィングナイトがここまで繋いでくれた分を言ってくれ。いや、だから、ここで、ね、AOE しようとしても、まあ、無理なんで、白人の剣舞でも全部取りきれないんで、これデスティニーウィングナイト勝ちじゃない？聖獣なかったけど、デスティニーウィングナイトの、デスティニーアタック先行ゴリ押しムーブでね、破食艇なんか入ってなかったら取れなかったよね。どうする。刺激を味わえ。終わらせる。まあ、とりあえず強いやつから取ってくるっていう。まあだからここはそうだね。なるほどね。これも確か
死なみです。いやギリギリなんだよな。いや相手も相当苦しそう。破食艇構築に入ってなかったらもう余裕で勝ってるね段階ですからね。いや勝ちました。デスティニーウィングナイトがね刺さりましたね、この潜伏ロイヤルにね。ありがとうございます。さあ、続きましてお相手はウィッチですね。よろしくお願いします。まあね、まあこれだったらまたデスティニーウィングナイト攻めができますが、うん、やっちゃいましょうかね。はい、まあ風熊から行くか、あー悩むな。まあ、2枚アミュレットがないとダメなんですよ。2枚ないとダメなんですけど、そうだな、でちょっとね条件は難しいんですよね。まあ、さっきみたいに1コス2枚あるのが一番、まあ、スムーズに出せるのでいいんですが、まあ、ここはこうですね。だからいや相手もちょっと謎のデッキだ、 なんだこれよっつってねえ、びっくりしてるよね。びっくりするよな。自分も正直このデッキが来たら怖い。突然来たら怖いです。まあちょっとね、ここでデスティニーウィングナイト出しても結局取られちゃうので。届けたいんです。はい、これがちょっと嫌なんだよね。盤面いっぱいになっちゃうっていうね。まあ、ただ聖獣が来てくれてるので、ここで。まあ、あとは聖獣コンボですね。まあ、聖獣プラスデスニーウィングナイト。うん。この辺はいいので。まあ、うまくやっていきましょう。これで決めるわ。成長しましたよ。まあ、数でゴリ押すっていうデッキなんで、本当にこういうやつはね、無視ですね。もう。無視しちゃっていいと思う。まあでもこの場合はな、取って、まあ取ってもいいけどな。はい、楽園の聖獣。聖獣。咲きます。さあこうですね。望みがゆえにここにいる。このね、このラインナップ。いやちょっとやっぱね、これ次元歪曲で出たカードなんで、アルティメットコロシエムはさ、ちょっとみんな久しぶりにやるとカードパワー低いなって思うじゃん。でもね結構高くなってんだよね。やっぱ除去能力とかも二面除去とかそういうカードが結構増えてる時期なので、意外と取られちゃうんだよね。覚悟はいいかしら。まあ意外とというか当然というか取られちゃうんですよ。いや聖獣ダメだな。聖獣ダメだな。ちょっとね、環境についていけない感がありますね。悲しいな、悲しい。ライナ、はい、ここは楽園の聖獣。望むがゆえにここにいる。あいたたたたた。まあずっとなんか一バフし続けるだけなんですけど、効果がちょっとダメだね。ちょっとダメだね。増やしてもなっていう、増やしても取ってくるなっていうね。そんな感じがあるね。これで終わりよ。ねえ、ダメ。君の理由に理解したよ。まあ、高校の方が多分使いやすいと思います、これ。本能だと。
方向で行きたいですね。だからいや全然ダメだね、もう駆逐されちゃう。いや負けです。雑魚は消えろっつって言われちゃいました。負けです。はい、リタイアします。リタイアします。さあ、続きまして、はい、お相手ドラゴンですね。ちょっと全然勝ててないので勝ちたいですね。勝ちたいですね。いやこれでもちゃんと勝てるように本気で組んでるんですけどね、なかなかね、やっぱ残らないっていう、残してバフをかけるっていうのが目標なんですけど、なかなかね残ってくれないですね。いや難しいな、難しい。背中のコブは天使の翼。はい、ここは聖獣への誓い、聖獣に誓ってますから。うん、聖獣への誓いってこいつへの誓いだったの、今気づいた。え、そういうこと、聖獣への誓いってそういうことだったの。え、シャドバずっとやってて、これ今気づいたけど、この2つのねえ、どういうこと、そんな偉い人だったの、楽園の聖獣は。増えるワカメみたいな、なんかモンスターだと思ってたけど。はい、犬です、犬です。さあ犬を出して、怒ってるからね今、怒ってる、バイディに怒ってるよ、顔が怒ってるもん、犬。背中のコブは天使の翼。胸に灯る輝きよ。さあここで言ってくれ、楽園の聖獣。おい、聖獣コンボ咲きます。幸よあれ。体力もプラスしてくれたらちょっと変わったんだろうな。まあそれ強すぎたかな、その能力だとね。体力はプラスされないですからね。さあお相手も謎のデッキにね、謎のデッキにちょっと気を取られてる。なんだこれはっつって、もうちょっと前の環境、次元は一曲だから出たばっかりの環境とかだったら、なんか過去の動画を見るとね、ちょっと勝ってるんですよ。普通に勝ってるんですけど、いやーこれ聖獣で勝ちたいよな、ちゃんと。みんな曲を入れてる、入れてるんですけど、今回のデッキには失踪は入ってないんでね、その辺は大丈夫なんですが、どうでしょう。みんな多分ね、なんか一瞬止まるのは楽園の聖獣の効果が分かんなくて、なんだこいつってなって読んでるんだろうね、おそらく。なんだこいつ見たことねえよってなって読んでるんだ、だから止まってるんだよ、一瞬フリーズしてるじゃんみんな。なんだよこれってなってんだろうな。まあおそらくなってんだよな。まあ聖なる槍使いがいるんであれば、そうですね、洞窟の聖堂を出してから使ってあげた方がまあいいんですけど、ああいやでもどうだろうな。これでまあ進化で犬ですね、犬。怒ってるから、これ怒ってるからプラス2ですからね、怒ってる分。いやもう顔詰めるしかないんだよ、もうそこにあるの。顔詰めるしかない。口をつぐむがいい。嫌です。あいにく加減は苦手でね。
まあ完全に捉えちゃうもんな。苦しい苦しい。聖なる槍使い、虹の端っこ探しましょう。探します。望むがゆえにここにいる。宿女の所作を聖獣がつなげてきた、この聖獣が入れたこの7点ですね。ここを無駄にしたくない。頼む。まあでもこれちょっと残ればワンチャンあるんじゃない。ヘクターでおしゃれな翼をあげちゃうわ、うん、ヘクター2枚来てるしね。このヘクターは別にネクロマンス使わないんで、まあ墓地が、9枚以上あればもう連続で使えますんでね。さあどう来る。いやまだバイディの能力も発動してないですからね。進化もない。いやこれ勝てるんじゃない。いや全然このね自然ドラゴンも強いので、自然ドラゴンに勝ったら大金星ですよ。うん、大金星大金星。くじけてたまるか、くじけてたまるか。呪いを見せる。たまるか、くじけてたまるか。はい、更新します。望むの。いやでかいでかい。残り2点にできれば次芝で勝ちですからね。もし残んなくても芝で勝てるので、これは勝ったでしょ最後に。まああんま勝てなかったけど、ちょっと撮影にすごい時間かかっちゃったけど、これは勝ったでしょ。芝入れといてよかった。なんかあんまりね、失踪の打点出せるやつっていうのがいないんですよね。この頃っていうのは。いや、どうすんだ。まあ、こっからもう届かないからな。これもいやー、勝ちました。やったやった勝てた嬉しい。はい。聖獣で勝ちです。ありがとうございました。宿女として当然のことです。やっと勝てました。うん、あんま強くないんで皆さん使わないでください。お願いします。では、今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。はい、まあ予想通りですね、あんまり勝てなかったんですけど、まあ最後に勝ててよかったですね。まあ最後にこの聖獣の、勝ちをもぎ取れたっていうのと、まあそれからまあデスティニーウィングナイトのね、なんかゴリ押しムーブっていうのをお見せできたんで、まあ、良かったかなっていう、はい、思いますが、まあちょっとやっぱ厳しいですね。この環境ら辺から、まあ確かに現代のシャドバと比べたら、AOE とかは少ないんですけど、やっぱ除去能力は上がってるので、特にプリコネのキャラなんかはね、相当除去能力みんな高いんでね、まあちょっと苦しいところがあったんですが、まあなんとか、はい、勝つことができました。もうちょっとね、もうちょっと強かったらな。やっぱ。動画内でも言ったけど、こっちもプラス1してくれたらもっと強かったけど、まあダメだったんだろうね。それは。はい。ね。まあでは、今回の動画はこの辺で。まあちょっと使いたかったんでね。聖獣。はい。まあ他にもなんか使ってほしいカードがありましたら、ぜひ、コメントしていただけたらなと思います。では、今回の動画はこの辺で、また次の動画、そして生放送でお会いしましょう。